9月ぐらいの現場の時に参加して、でも彼から1年ちょっとになりますで、去年の講座も参加して1回目だったんですけど、まあ、はるばるも連れてきて、去年よりももっとそのコミットして、まあ、世論調査とかに関わったりして、まあ、すごい貴重な経験ができたなと思います。で、このまま帰ってくれたんですけど、現場の教員の皆さんが、あまり言う機会がなかったので、あまり言うと結婚するの？違う違う来日からそこまで関わりなくて、まあ、本プロジェクトが結構好きなので、本プロジェクトが一番最後のメインのプロジェクトになると思うので、まあ、よく勤めましたと思うと、まあ、これからも、まあ、可能性があるという形でお願いしたいと思います。で、まあ、今はそのモデルビジネスプロジェクトというのは、北京フォーラムじゃないんですけど、まあ、学生が今度はこう一人一人の外交官みたいな感じになって、模擬会議を行うっていう、まあ、会議の運営の代表が出まして、で、まあ、それ の, プロジェクト の, 運営準備にちょっとこれから本気になりたいと思います。まあ、僕の厚さみたいな